それではこれからこの天満宮のいわれをお話ししましょう。物語は平安時代の初めの頃にまで遡ります。時の帝であった伊賀天皇は権力を欲しいままにしていた藤原氏の力を抑えようとして、一人の優れた人物を大事にしたのです。それが伊賀原道真くらいでした。道真さんは子供の頃から秀才で、学問に秀でていたのです。非常に高くエリート官僚の道を